ウィス、今回は最強覚醒ランキングと最弱覚醒ランキングを同時にやっていきたいと思います。モンスターの性能を決める上で非常に大きなウェイトを占めているのがこの覚醒スキル。覚醒スキルは2023年1月時点で現在95種類存在しており、これらの中から超覚醒やアシストを含む最大17個の組み合わせによってそのモンスターの強さを決定づけます。中には1個でもあれば十分なものや、複数重なることで進化を発揮するもの、逆に使いにくいものや弱すぎるものなど様々です。そこで今回は視聴者の皆様にアンケートを行い、強いと思う覚醒と弱いと思う覚醒をそれぞれ募集しましたので、今回はそれらをランキング形式で発表していきたいと思います。募集の際は以下のルールに基づき集計いたしました。それでは早速やっていきましょう。まずは最強覚醒ランキングからいきましょう。第5位、コンボ強化。7コンボ以上で攻撃力がアップする。アップする倍率は2倍です。モンスターの持つ元の攻撃ステータスにかかるため、リーダースキルによるコンボ加算が当たり前となって今では発動は極めて容易であり、純粋な2倍火力となります。この2倍という数値自体は現環境においてはそこまで大きな数値ではありませんが、コンボ数を稼ぎにくいシステム系のパーティーやコンボ加算を持たないリーダーを運用する場合は超コンボ強化等よりも都合がいい場合もあります。超ボル系のドラゴンなどこの覚醒に特化したモンスターも数多く実装されており、お手軽に効果力を出しやすい点が評価され今回ランクいたしました。ということで第5位はコンボ強化でした。第4位、スキルブースト。チーム全体のスキルが1または2ターン溜まった状態で始まる。パーティーの開幕の動きを決定づける極めて重要な覚醒です。特に変身キャラの台頭以降は威嚇やヘイストスキルを兼ねたスキブ計算が必須となっており、他の覚醒が多少貧弱でもスキブが多ければそれだけで一定の役割を果たすことができます。特殊な場合を除き、これ自体が火力などのダンジョン攻略そのものに影響する覚醒ではありませんが、登場時から今に至るまでこの覚醒が腐ったということは絶対になく、スキブの仕組みを知ることがパズドラのチーム編成の全ての始まりと言っても過言ではないでしょう。ということで第4位はスキルブーストでした。第3位、こちら同列で2つ存在します。まず1つ目、4色攻撃強化。4色以上同時攻撃で攻撃力がアップする。アップする倍率は 3.5 倍です。多色を強化する名目で作られた比較的新しい覚醒の1つで、モンスターの持つ元の攻撃ステータスに 3.5 倍というかなり大きな倍率がかかります。5色覚醒に比べて欠損率が低く、発動が容易でありながら3色覚醒よりも高い倍率を持っているため非常にバランスが良く、カイドウやサギリ、マリウス、ラフィーネなどこの4色攻撃を主軸としたリーダーが現環境では非常に活躍しています。複数持ったキャラも多く実装されており、比較的パーティーを組みやすい点が高い評価を受けているようです。そしてもう一つの第3位が5色攻撃強化。5色同時攻撃で攻撃力が 4.5 倍になる。同じくこちらもほぼ多色専用の火力覚醒となっており、その倍率は超コンボ強化に次いで高い 4.5 倍となっています。欠損率はやや高めではありますが、ラフィーネのルーレットやアルジェキティ等の軽くて扱いやすいジンスキルが豊富になっている現環境においてはそこまで発動は難しくありません。ガードブレイク等と合わせてコンスタントに高いダメージを与えられるため、多色においては4色と並ぶメインウェポンとなるでしょう。4色より高倍率ではありますが、アシストがまあそこまで潤沢ではなく、複数積むことが4色ほど簡単ではないので、使い勝手の点から順位が並んだというふうに思われます。ということで第3位は4色攻撃強化、そして5色攻撃強化でした。第2位、超コンボ強化。10コンボ以上で攻撃力が5倍になる。10コンボすることで自身の攻撃ステータスが5倍になる破格の火力覚醒です。通常盤面であれば自力での10コンボ到達は至難の技で、かつてはロマン覚醒と言われていましたが、コンボ加算リーダースキルが当たり前となっている現環境ではそれなりのパズルさえできれば到達は決して難しくありません。そのため攻略においては7コンボ強化の実質上位互換となっており、現在ではこの覚醒を3つ以上所持しているモンスターも多く存在するため、いともたやすく数百倍の火力倍率を叩き出すことができます。ダメージカンストが前提とも言われる現代のパズドラにおいて、そのモンスターの評価を最もシンプルに決定づける主力覚醒と呼んで間違いないでしょう。ということで第2位は超コンボ強化でした。第1位、超つなげ消し強化。自分と同じ属性のドロップを12個以上つなげて消すと攻撃力が12倍になる。同色ドロップを盤面に12個用意することで自身の攻撃ステータスが脅威の12倍となる超火力特化の覚醒です。一見尖りまくったネタ覚醒かと思いきや、シバドラやノルザキティをはじめとした同色12個を固定値に生成するスキルや花火スキルの充実に伴い、いともたやすく条件を達成することができるようになり、2個持ちのモンスターであればあっさりと乾燥ダメージを叩き出します。
またコンボドロップ覚醒やダメージ吸収貫通の潜在覚醒といった専用のサポートや軽い無効貫通スキルが次々と実装されていったことで、苦手とするギミック対策も今ではしやすくなっているため、機械的な周回におけるこの覚醒の使い方の良さはまさに圧巻と言えるでしょう。ということで第1位は超つなげし強化でした。続いて最弱覚醒ランキングいきましょう。第5位マルチブースト。協力プレイ時に自分の全パラメータがアップする倍率は 1.5 倍です。2人マルチ3人マルチともに有効となる覚醒で、攻撃だけでなく HP と回復にも倍率がかかるため、パーティーの耐久力もアップします。しかし現在ではアシストにより火力や耐久力を増加する手段は他にも多数存在するため、わざわざこの覚醒を積極的に採用することはありません。かつては元の攻撃力に依存するブレススキルの火力を上げる手段としても利用されていましたが、マルチの相手が見つからないことやソロプレイ専用ダンジョンの台頭、そもそもマルチプレイ関係の手こ入りが少ないことから、どうしてもプレイスタイルに依存してしまうため、無駄覚醒となる機会が多く今回ランクインしたと思われます。ということで第5位はマルチブーストでした。第4位、こちら同列で2つ存在します。一気に紹介します。お邪魔ドロップの加護、そして毒ドロップの加護。お邪魔ドロップが落ちてくるようになり、お邪魔ドロップを消すと攻撃力がアップする倍率は 1.5 倍です。そして、毒ドロップが落ちてくるようになり、毒ドロップを消すと攻撃力がアップする倍率は2倍です。本来妨害要素となるこれらのドロップを逆に利用することができる覚醒で、フェンリルやメルエム等の一部特化したモンスターはいくらか存在しますが、攻略面では基本的に盤面が荒れてコンボの難易度を上げてしまうだけであり、上昇倍率も今となってはそこまで大きいものとは言えません。またキャプテンマーベルのような降ってきたこれらを変換元に利用できる環境上位のリーダーも当分更新がないため、弱いというよりは一時のネタのまま放置されてしまっているとも言えます。また3人マルチでこの覚醒を利用しようものなら、自分だけでなく他のプレイヤーにとっても迷惑極まりないため、基本的にはその名の通り邪魔な覚醒という位置づけと言えるようです。ということで第4位はお邪魔ドロップの加護、そして毒ドロップの加護でした。第3位、こちらも同列で2つ存在します。まず1つ目、コンボ強化。7コンボ以上で攻撃力がアップする倍率は2倍です。強い覚醒ランキングにもあった7コンがなんとこちらにもランクインしました。強いとされる反面弱いとされる理由はいくつかあり、まずは2倍という上昇率が現環境においてはそこまで高いとは言えないこと、コンボ加算リーダースキルの台頭により発動条件が10コンと実質大差ないこと、そして大量に所持しているモンスターが多く存在することが9つしかない覚醒枠を圧迫しているとして、それなら10コン等のよりコスパのいい覚醒に差し替え、余った枠を他の耐性等に置き換えた方がマシといったように、環境の変化につれて相対的に弱い部分が目立つようになっていきました。個別で役割を持たせられる LG 2体後期にも劣ると評するプレイヤーも少なくなく、良くも悪くも時代の変化を考えさせられる覚醒となっています。そしてもう一つは HP50% 以上強化。 HP50% 以上で攻撃力がアップする倍率は 1.7 倍です。パズル力が問われない HP 依存の覚醒で、一見してお手軽のように見えますが、ダンジョンの高難易度化につれて敵のダメージが非常に大きくなっている今となっては、 HP を半分以上にキープすること自体が決して簡単とは言えず、倍率も 1.7 倍と一度情報修正を受けた今もなお決して高いとは言えないため、正直あまり意味がない覚醒となってしまっています。HP を維持するためには即時回復スキルを用意する必要がありますが、手間に見合っているとも言い難く、周回においても7コンや列強化の方が都合がいいことも多いです。短いターン数で HP を減らせるスキルが充実している 50% 以下強化の方が火力もコスパも圧倒的にいいとされています。ゲームシステム的に不遇な要素が満載なため、根本的な部分での手こ入れが必要な覚醒かもしれませんね。ということで第3位はコンボ強化、そして HP50% 以上強化でした。第2位、超追加攻撃。回復ドロップを3かけ3の正方形で消すと攻撃力がアップし、999万ダメージの追い打ち、攻撃力は 3.5 倍になります。攻撃力の上昇倍率と固定ダメージの量は比較的多いですが、回復ドロップを自然に9個用意できるような状況はそれほど多くなく、同じ追い打ち効果のある回復盾消しの追加攻撃の方がお手軽なのはもちろん、追い打ち効果のあるリーダースキルが当たり前のように存在する現環境においてはあまり意味のある覚醒とは言えません。また回復ドロップを利用することから攻撃そのものには作用しないため、同じ急攻撃しの手間を踏むなら攻撃色で無効貫通を狙った方が圧倒的にコスパがいいので、手間に見合っているとも言えません。ランダムでは加点ボーナスが入りがちな覚醒でもあることから、攻略面で利用されていないことを運営も分かっていてランダムで使わせているような節さえありますね。回復 L 字などのように専用の潜在覚醒を実装するなどしない限り活躍は難しいと思われます。ということで第2位は超追加攻撃でした。第1位、スキルボイス。全パラメータが 10% アップする。スキル使用時に声が出る。
実装時は攻略面においては全く意味のない覚醒でしたが、2020年10月のアップデートにてステータスアップの効果が付与されました。しかしその恩恵はわずかなもので、とても有用とは言えません。そもそもモンスターの性能を決める上で極めて大きなウェイトを占める覚醒を、この無意味な覚醒で貴重な1枠を消費していること自体感化しがたいものであり、この覚醒の実装に伴うスキブやバインド等の圧縮覚醒による帳尻合わせもインフレの過程で意味をなさなくなっています。ボイスが出ることはファンにとっては嬉しい要素ではありますが、そんなものはシステム面で解決することであり、わざわざモンスターの性能を削ってまで実装するようなことではない。そんなことをするくらいならさっさと削除して元のステータス自体を修正し、他の適当な覚醒を入れてあげる方がよっぽど有意義とまで言われる始末、存在意義自体を問うようなものとなっております。ということで第1位はスキルボイスでした。はい、ということで以上、最強覚醒ランキングと最弱覚醒ランキングを同時に発表いたしました。振り返っていきましょう。まず最強覚醒ランキングの方が、下から7コンスキブ、4色5色10コン超つなげ、そして最弱の方が丸部お邪魔毒のカゴ、7コン 50% 以上超追加ボイスという感じですね。はい、そうですね、感想としてはまず強い方はやっぱり発動しやすさに対して見返りが大きいものがランクインしましたね。パーティーを問わず効果力を叩き出せる10コン、ずらしだけで完走できる超つなげ、この2つはもう上位ランクインは予想通りだなっていう感じですね。で、4色5色に関しても多色環境がしばらく長い間続いたっていう影響があるかなっていうふうに思います。で、いずれもリーダースキルを発動させる段階で自然と発動できるっていう点が強力で、逆にパズルに一手間加えるその無効貫通とか L 字とかはやっぱり上がりきらないのかなっていう印象がありますね。はい、そして弱い方はなんていうか、弱いというよりはもうほんと存在意味を問うようなレベルのもので、例えば丸部はたとえマルチでもわざわざ意図的に積むようなものではなくなってるし、お邪魔毒の加護はもう専用のパーティーでしか活躍できない、むしろ足を引っ張ることの方が多い。で、超追加はまあ一応潜在覚醒が来ればワンチャンかなっていう感じはありますけどね。で、ボイスはさっさと消してほしいです。はい、そしてですね、まあ皆さんお気づきだと思いますが、なんと7コンが両方に入っているんですね。7コンがまず強い理由としては、やっぱりその現環境だと実質無条件で火力が2倍になっているので、やっぱ手軽ではあるんですよね。ただ、ほとんど同じ条件下で5倍になる10コンがある以上は、もうほぼ介護官だっていう扱いもできるんで、ここはもうはっきり言ってその人のプレイング次第にはなってきますよね。個人的には、まあ、確かに7コンは最強覚醒だった時代はあるし、今でも明確に弱いっていうわけではないんだけれども、例えばそのさっきも言ったようにボルケーノドラゴンみたいな極端に大量に与えて単体火力は出るけどもそれ以外に何もできませんみたいなことをしてくるから、まあ、それするぐらいだったら同程度の倍率で10コンに置き換えて、で他の覚醒を与えてあげる方がいいよねっていう、そういう枠を無駄にしてる感っていうのがちょっとこう足を引っ張ってるのかなっていう印象がありますね。まあ運営もそれが分かってて7コンを10コンに置き換えるみたいな、で元の捨てをちょっといじるみたいな能力調整を最近してるんで、弱いとは思ってるけども、この7コンの覚醒自体を直接手こいでするっていうのは多分難しいんだろうなっていう印象を受けますね。はい、そんな感じです。よかったら皆さんの感想も教えてください。ってことで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画もしたまま放送でお会いしましょう。バイバイ。